1974年の太陽ホエールズでは、1974年の太陽ホエールズにおける動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、宮崎剛が1年だけ監督を務めたシーズンである。慶応義塾大学の山下大輔が、ドラフト1位で入団したこの年、秋山登ヘッドコーチの発案で、ユニフォームが山下の出身地である、静岡県の名産であるお茶とみかんをモチーフにした、 デザインに変更された。また1950年以来長く続いたボタン式及びベルト式が廃止されて、プルオーバー &V ネックベルトレスとなった。2年連続のデザイン変更に選手もファンも戸惑いを隠せず、チームは前年と違って4位と5位を往復するエレベーター生活が続き、最終的に前半戦を再開で折り返したヤクルトに抜かれて5位に転落。 投手陣は2枚看板の平松正治がチーム最多の15勝を挙げ、山下律を高橋茂行などもそれなりの成績を収めるが、チーム防御率は前年から悪化して4.28のリーグ再開。打撃陣は松原誠、江藤慎一らの活躍でリーグ3位の143本塁打を記録したが、 最下位の広島同様チャンスに弱くリーグ最多の121平札打を記録した。ユニフォーム変更もチームの成績上昇には結びつかず、宮崎監督もわずか1年で辞任。チューブオーナーは1960年初優勝の V1 戦士、秋山のボールヘッドコーチを監督に昇格させ、秋山監督、藤田元次投手コーチの新体制で、チームの立て直しを図ることになった。 ありがとうございます。